はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきます。今回ね、本日、9月25日なんですが、どうやらね、今日からあのイベントが、開始されるっていうね告知があったんですけど、まあ、朝起きてみてね、このゲームを見たところ、何もねコラボに関するイベントがね全く来てなくて、まあ、どういうことやねんと思ってたんですが、どうやら、9月の28日からなんかイベントがね開始されるみたいなことで、じゃあ25日何やったんって話ですよね。でよく見てみたらね、なんか25日から、そのイベントのカウントダウンを開始みたいなこと書いてて、なんやそれって話ですねカウントダウンの告知わざわざするかっていうね、まあ、もしかしたら運営があのミスったんかもしれないですね。ほんまは28日やけど、まあ、なんかのミスで25日からって言ってもうて、もう修正できないからカウントダウンを開始っていうことに急遽切り替えたのかもしれないですね。まあ、どっちにしても28日から何かこうコラボイベントが開始されるっていうことで、その中でね、今月そのキャラのね、解放はどうなるねんっていう気になってたと思うんですけど、もう公式でね、あの、フォーゲーマーネットっていうサイト、まあ、以前にも紹介したサイトがあるんですけども、そこでね、こう、告知されてました。どうやら今月の、オークションキャラに、ソルとディディが、オークションキャラで登場するみたいですね。まあ、かつてあったあの流行オークションと一緒かな。まあ、箱の選択でどっちか選べるっていうタイプですよね。まあ、僕も前の動画で言った予想してた通り、まあ、どれかのキャラはオークションに来るんじゃないかと予想してたんですけど、まあ、その2体が選ばれましたね。で、あのね、まあ、それについてですけど、まあ、オークションで2体、取るのはね、結構、まあ、取ろうと思ったら取れるとは思うんですよ。ただダイヤもかかってくるけど、あれですよね、ランキング報酬もあるから、1体目は、ガチャで取って、2体目はこのランキング報酬で、取りに行くっていうね、狙い方もあると思うんですが、まあ、問題はやっぱね、その後に来る武器ガチャとかですよね。まあ、そこに対して武器両方取ろう思ったら、もし仮にね、両方天井行ったら、4万7000ダイヤぐらいかかるから、まあ、だいぶしんどいっすよね。っていうか、無理っすよね、もう普通に考えて。キャラ2体取って、さらにその LR のキャラの武器2本取ってってなると、まあ、安く見積もっても7万ダイヤぐらいかかるからね。だからよっぽど神引きしたらね、まあ、いけるかもしれないけど、そっから2体育てるってなると、まあ、しんどいと思うんで、まあ、そこは本当にこう、キャラを狙ってるのであれば、まあ、絞っていく方がいいのかもしれないですね。まあ、ほんと難しいところですけどね。もちろんギルティギアキャラってめちゃめちゃ強いので、あの、全キャラ使ったらね、シナジーも生まれてきてめっちゃ強くなるとは思うんですけど、まあ、やっぱその3体も4体も入れることって難しいと思うんで、まあ、その辺はやっぱ今後のこの9問とか消耗見てからでもいいと思うし、まあ、あとはダイヤとの兼ね合いですよね。まあ、ここまで来たらもうね、ほんと好きなキャラを取りに行ってもいいんじゃないかと思ってますけどね。まあ、もちろんこの強いキャラを抑えるっていうことは大事ですけど、まあ、例えば再起とかね、めちゃめちゃ強いから入れとかないと負けるみたいな感じになってますけど、まあ、それ以外はもうね、どうなんかな、まあ、勝ちたい気持ちもあるけど、やっぱり好きなキャラ使っていくっていうのがやっぱ根本的にそこがこう大事になってくるんかなってね、まあ、本当に僕はそういう感じに今なってきてるんで、まあ、コラボキャラ3体も4体も入れられへんしね、実際に。まあ、ダブルオークションで今後どうなっていくのかっていう感じですね。で、今回ですけども、そのオークションで来る、ソルのことをね、ちょっと見ていこうと思ってます。まあ、ソルといえばこのギルティギアにおける主役のキャラクターなんで、まあ、能力もね、非常に気になるところですね。で、今回あのソルの戦いっていうのを、ちょうど決戦の戦いですけど、見ながらね、また話していこうと思ってます。で、その前に軽く能力をね、紹介します。このパッシブのギアの力ですけども、まあ、ソルはね、防御型で来てて、やっぱりこのガチガチな性能っていうのが売りで、で、あと防御型、その硬い以外の点で言うと、ギルティギアのキャラに対してのシナジーがね、大きいんですよね。まあ、全体のダメージ上げたり、あとこの攻撃力と防御力を上げたりする効果もあるので、まあ、このソルに関してはね、単独で強いっていうよりもギルティギアキャラを使うときに、シナジーを生み出すキャラっていうね感じだから、アリーナでほんまに力を発揮するタイプやと思ってます。で、能力がですね、まあ、主な、特殊能力がこのドラゴンインストールっていう能力があって、まあ、これが何かというと、ソルはね、この復活を持ってるんですが、
復活した時に、自分の体で復活しなくて、なんかドラゴン化したドラゴンインストールっていう能力が発動してドラゴン状態で復活するんですよね。まあこれちょっと僕原作知らないんであんまりね詳しいこと言えないんですけども、まあ見たままで言うとなんかドラゴン化した状態で、復活して、そっからがこのソルが本当に強くなるっていうね、そんなイメージです。まあこのドラゴン化すると2ターンの間は一度に受けるダメージが 10% まで下がります。なんでダメージカットのもうほんま究極版みたいなやつですね。だからドラゴン化した2ターンは絶対にやられないと言ってもね、まあいいんじゃないでしょうか。でさらにそのドラゴン化した後に、踏ん張りも使えるようになるんで、まあだから壁キャラっすね。本当にソルに関しては壁キャラ。ただね、必殺も単体攻撃で、かなり火力も出していくような印象かな。あとスキルも一列必殺一列スキルなんで、結構使いやすさもあるかなと思ってます。で状態異常が火傷持ってるんですけど、この火傷がですね、HP を減少させると同時に怒りも減少させるので、だからこの火傷も結構ね、厄介ですね。でこの重複したりするので、火傷もだからメインになってくるんかな。ただやっぱ火傷に関しては命縁と違うから、持続ダメージ無効のキャラとかに刺さらないと思うし、まあ、そもそも火傷無効のキャラにもね入らないと思うんで、まあ、そこが結構ね再起に劣る点かなとも思ってます。まあ、本当にざっと紹介しただけなんですけど、まあ、とりあえず戦い見ながらねまた話していこうと思ってます。では頂上の戦いですけどね、見てください。ではギルティギア主役の力見ていきましょうかね。昨日と同じソラテオンさんがね動画提供してくれてて、ようでもギルティギアのキャラが出てますねあこれねくしくもソルと、カイの選択やったんですねでソルの、力見るために、わざわざ選んでくれましたね。で相手のチームになんとねバイケンまで出てるんですよね。だからかなりね部が悪いと思うんですけど、カイとバイケンがいるからね。なんで結構厳しい状況ではあるんですが、ソルがどういう風に活躍していくかって感じですね。さあアテナがいますね。こっちはアテナの LR で回復して、バイケンに飛んでいったけどワンパンはできなかったですね。バイケンは踏ん張りもあるっすよね。あこれスキル、ソルのスキル、このソルのスキルで火傷入れてるんですけど、その火傷効果で、同時に怒りダウンもするので、それが結構ね強い感じかなと。うおーアテナワンパンっすね。アテナワンパンだが踏ん張ってます。ここでソルが怒り下げ入ってしまうんかな。やっぱりその辺がちょっと防御型にはとっては結構厳しいかもしれん。さあ、テリー倒して、テリーかな今の、多分テリーだと思うんですけど、 SR テリー倒して、このねグランドバイパーかな、これね、やけども入れてやっぱ怒り下げも入れれるので有効なキャラにはめっちゃ強いですね。さあここでカイ出てきた。このカイがね本当にぶっ飛んでるから、もうあっという間にソロやられてしまったね。でこれ復活するんですけど、さっき言ってたように復活するときに、同時に変身します。ドラゴンインストールの効果ですが、これ見ててください。これね、うん、ビュイーンってね復活と同時にこの違う見た目になるっていうのは新しい感じですね。さあここで必殺単体攻撃、おおド派手に必殺打っていく。さあドラゴンインストールした後はあれですね、2ターンはダメージ 10% しか食らわないので、最大 10% しか食らわないので、だからガチガチになるっすよ。この2ターンはほとんどもうダメージを受け付けない。この回でもこのダメージ 10% ってやばいね、ほぼ無傷ですからね。さあソルは耐えてます。やっぱ壁キャラやね、こう見ると完全に壁キャラ。ただやっぱ火力も出していくので、アリーナではねこの頂上以上に活躍するかと予想してますが、さあセスが蹴りまくって、ソルはスキル確定かな、これドラゴン化した後はスキル確定っぽいですね。さあバイパー入れて、このやけどがやっぱね効くキャラに対しては強い。さあここでバイケンが飛んでくるが、ダメージが 10% しか食らわない。やっぱこの火ダメカットがねすごい優秀ですね。さあただもう2ターン経ってしまったんで、次からはダメージ食らうのでね要注意ですね。でここは一旦下げてますね。下げて必殺打つんですが、どうかな。カイはやっぱ強いね、シールドもあるし。でこのカイの効果で必殺打った後に麻痺してますからねソル。まあ、カイがめちゃめちゃやなっていう感じ。さすがにこの踏ん張りは今踏ん張り入ったかな、今カイの必殺で踏ん張り入ったかと思います。さあこれ厳しいか、やっぱカイの前にはちょっと太刀打ちできないなっていう感じもねするけど、まあ言うてでもねやっぱアリーナ向きのキャラと思ってるので、ギルティギアのキャラたちと組ましたらねめっちゃ強いと思うし、まあ、その辺をねこうどう考えるかって感じですね。まあでもカイがちょっと強すぎてね、もうソルをもう一瞬でこう封じてしまうっていう強さなんで、カイはやばいね。バイケンも軽く出していく、めっちゃ減る。
なんかソルのこと喋ってるんですけど、貝がもうソルを食ってて貝の動画みたいになってしまったね。まあでも貝はすぐに来ないですよね。やっぱそのオークションでソルとディジーが先に来るんで、まあ貝の入手方法に関してはね、どうなってるのかわからないんですけど、来月のオークションの可能性も出てきたんで、まあそうなるとやっぱり強さは貝の方が強いかなっていうね、そんな感じもしてますが、まあそれもね、分かり次第何かこうお伝えしていこうと思ってますが、もしかしたら、スペシャルガチャかもしれないですね。まあとにかく今月末は、ソルとディディ確定ですね。で、まあディディの能力に関しては僕もあんまり理解してないんでね、まあこれからちょっと、理解しながらまたね、動画も出していこうと思ってます。では今回はこんな感じで終わります。で、28日からね、コラボイベント、クエスト系のやつかな、何か開催されると思うんで、またそれをね、楽しみにしておきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。